ガレルナは、スペイン海軍の潜水艦。ガレルナ級潜水艦の一番艦。艦名は突風を意味するスペイン語に由来する。ガレルナは、バサンカルタヘナ造船所で建造され1977年10月5日に、気候、1981年12月5日に、浸水、1983年1月21日に、収益しカルタヘナ基地に配備される。 収益後まもない1983年2月から3月にはギリシャ・ピレウスに寄港する。これまでに国内11カ所の港や外国ではピレウス、スーダ、トゥーロン、リスボン、フンシャル、タンジェ、ゴスポート、スタバンゲル、ベルが、ストックホルム、アウグスタ、アジャクシオに寄港した実績がある。人任務ではアクティブエンデバー作戦に参加し、 170日間に2万1500回りを公開した。演習では、シャーベットロイヤル、ドッグフィッシュ、リンケットシーズ、ドラゴンハマー、ノーブル、マーリンなど、北、大西洋条約機構主催の演習や、タポン、アルフェックス、マイネックスなど国内での演習に参加している。2009年時点での母校は、カルタヘナ基地。ありがとうございます。